こんにちは将棋ファンの皆様へ将棋界のスターであり神武以来の天才と称される藤井聡太彼の対局を見るたびに観客は驚きと感動を禁じ得ません今回はその中でも特に話題となった第72期王座戦5番勝負第3局京都で行われた永瀬拓矢球団との対決を中心に藤井聡太の驚異的な逆転劇とその裏側を詳しく見ていきます 彼の勝負術盤上での駆け引きそして予想を覆す一手一手に注目しながらまるでその場にいるかのような体験をお届けします驚きの序盤藤井聡太が見せた意外な一手9月30日に京都市ウェスティントホテル京都で行われた第72期王座戦五番勝負第3局この重要な一戦は藤井聡太王座の初防衛をかけたおののいでした 永瀬拓也球団はその挑戦者として全力で藤井壮太を迎え撃ちます序盤から試合のテンポは予想外の進行を見せました特に第2局では午前中に81手も進むという驚きのハイペースしかし第3局では角換わりの腰掛け銀戦法が選ばれ藤井聡太は後手番から右玉という一見穏やかな陣形をとりますこれにより局面はゆっくりと進行し 観客も控えめな序盤展開に驚きを隠せませまんでした。藤井聡太のこの選択はあえてゆっくりとしたペースで長瀬拓也をじわじわと追い込む戦略であったと考えられますこのせいとどのバランスを取るような藤井聡太のプレースタイルは後々の試合展開に大きな影響を与えることになります中盤戦の天気藤井聡太と永瀬拓矢の駆け引きお昼の休憩を挟んで戦局が激しさを増していきます 永瀬拓也球団は四筋の方を交換し、局面を少しずつリードしようと試みます。一方で、藤井聡太はこれに対して左桂を跳ね出し、桂交換を選択。永瀬拓矢の攻めに対して巧みに反撃を仕掛けることで、局面は一気に動き始めます。このとき、控え室では解説者たちが藤井聡太の手の巧妙さに簡単な声を漏らします。特に、山崎隆之八段は、お互い予想が外れているにもかかわらず、 形成が互角に保たれているのは本当にすごいと驚きを示しました AI による形成評価が互角を示していたため藤井聡太と長瀬拓也の間で繰り広げられる駆け引きは両者ともに非常に高い読みを必要とするものでしたここで注目すべきは待ち時間の使い方です長瀬拓也はじっくりと考えながら局面を進め一手一手を慎重に積み上げていきました 藤井壮太は一見冷静に見えながらも待ち時間が徐々に減少していく中ですでに終盤に向けた準備を進めていたのではないでしょうか昼食休憩・駒の進行を超えた心理戦対局中の昼食メニューも話題に上がりました藤井聡太はカレーライスセットにウーロン茶流せたくやは握り寿司盛り合わせとアイスカフェラテを選びましたこの一見平凡な選択肢にも対局者それぞれの心理やリラックス法が垣間見えます 藤井聡太がこのタイミングで何を考えていたかは想像するしかありませんが休憩後の展開が急激に動いたことから彼の冷静な思考力が鍵となっていたことは間違いありません局面が静かに進む中で対局者は互いに相手の隙を探し次の一手で大きく流れを変える準備をしていたのです終盤戦圧巻の逆転劇終盤に差し掛かると局面は一気に緊張感を帯び始めます長瀬拓也は持ち駒を生かし 急筋を攻め藤井壮太の球に迫りますしかしここで藤井聡太が見せた9六下の一手が試合の流れを大きく変えることになります永瀬拓也は藤井聡太のこの意表をつく手に対して即座に対応できず一瞬で形勢が逆転しました控室で観戦していた解説者たちも稲葉明八段が「マジかよ」と叫ぶほどの驚きを隠せなかったのです この一瞬で永瀬拓矢の勝利の可能性が遠のき藤井聡太の冷静な判断が際立つ局面となりましたこの9六課の一手について AI の評価値も一気に逆転し解説の中村太地八段ですが最初はこの手の意味が理解できずややパニック状態に陥ったというエピソードが伝えられていますこれが藤井聡太の壊るべき勝負術形勢不利な状況でもわずかなチャンスを逃さず一手で相手を追い詰める力があるのです ククライマックス勝利への決断藤井聡太は終盤に至るまで絶対に諦めることなく最前手を打ち続けます永瀬拓矢は待ち時間を慎重に使いながら攻め続けましたが最後に藤井聡太が詰めろをかけ続けたことで永瀬拓矢の構成は完全に止まりました藤井聡太の球はついに寄せきれず永瀬拓矢が投了する瞬間が訪れます 最後は桂羽でしたかと永瀬拓也が藤井聡太に確認した際藤井聡太は笑顔で桂羽だと思いましたと答えましたこの一瞬のやり取りには将棋の深さと美しさそしてプロ棋士同士の敬意が込められています藤井聡太の勝負術神業の真髄この対局で藤井聡太が見せた数々の一手は単なる技巧にとどまらず心理的な駆け引きも含めた総合的な勝負術を象徴しています彼の強さは、 相手の意表を突く直感的な判断力と、どんな局面でも冷静に最前手を選び抜く精神力にあります。特に終盤の9・6かは、まさに藤井聡太の勝負師としての鋭さを象徴するものであり、彼が将棋界における新たな時代の象徴であることを強く感じさせるものでした。応援のメッセージ、将棋界の未来を担う藤井聡太。藤井聡太の勝負には、一手で全てを変える力がある。 今回のの対局でもその力が存分に発揮されました。彼の将棋に魅了されたならこれからも彼の活躍を見逃さないでください。将棋界の未来を切り開く藤井聡太のさらなる成長に期待し共に応援しましょう。最後の一手が全てを変える藤井聡太が教えてくれたこの言葉を胸に私たちも彼の一手一手に注目し続けましょう。